ミスターマイメさん、そして、えー、西アークラさんの山根さん。今日はね、あの、お二人同時に返信をさせていただきますね。YouTube の久保でございます。ま、あ、そっか、そっか。で、まずはね、えーまあ山根さんから行きましょうか。 あ、チャンネル登録者数1000名を目指してですね、今100名を超えたばかりの山根さんがヨシックスさんにまあエールを送ったというね、動画がありましたけども、やっぱりね、こういうふうに応援し合える中っていいですよね。こういうふうな、あの、人を応援するために自分の YouTube を使っていくってこと、本当に素晴らしいと思います。あの、そういう意味では、山根さんというのは私と同じようにね、 私利私欲のためだけではなくて人のためにも自分の労力をかけれる方だなと思うんですよ。まあこういう気持ちはね、速化塾に参加されている方皆さん持たれていると思いますけどもただこういうふうに分かりやすいね、YouTube の動画を1本作るっていう形だけでもうんやっぱりね、山根さん自身の、まあ、正直な気持ちがうかがえるかなと思います。えそしてね 勝ち逃げ親父ってキーワードありましたね。これ素晴らしいですね。あの、私のところに飛んでくるヤジってのは全部ね、前向きで本当に感心するんですけども、勝ち逃げ親父ってのはすごくいいですね。だってみんな勝ち逃げたいじゃないですか。なんでね、負けるまで、うん、欲をかいちゃうんです。深入りするとね、深追いすると深で追うんですよ。だから深追いしないようにほどほどで自分の力量で止めておくと。 このぐらいの儲けでね、退場しておくっていうのが、私はね、一番だと思います。まあ、例のやつに関しましても、自分の力量を超えてドカーンと大きい金額いっちゃうと、これはね、あの、勝ちにおやじになれない可能性がありますから、やっぱり勝てるような力量の行動範囲を自分で見極めてね、勝てる範囲で行動していくということが、すごく大事だと思いますよね。狼狽するぐらいだったら、その行動の <laughs>、もう根っこにね、自分の選択肢の、まあね、ちょっとね、あの、未熟さってのね、考えた方が、 前に進むんじゃなないかなと思うんで,すけども、ね、でも勝ち逃げ親父ね、これからどん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 らしていきましょう。勝ち逃げ親父、みんななりたいですよね。勝ち逃げ親父ってヤジを飛ばす人も、いつか勝ちたいと思ってるはずなんですよ。自分は負けたからすごいだろうみたいな人いないと思うんですよ。<laughs> やっぱりね、みんながみんな勝ってほしいなと思います。これはできると思いますんでね。100人が100人勝つことはできます。<laughs> 100人が100人成功することはできなくてもね、100人が100人勝つことはできるんじゃないかなみたいな。まあ哲学が始まっちゃうんで、この辺にしておきましょうか。えそしてね、 ミスターマヤミさん、さすがですね。自分の考えてる範囲の他に目標設定を置くっていうね、こういう概念は私もあります。私はもともとね、40歳、マージャン店の親父ですよ。マージャンでもうね、ナンバーワンになろうとかね、マージャンでね、借金を返そうとか、マージャンでね、一山当てようなんて気持ちを持っていたら多分こうなってないです。違うんですよ。今歩んでる道を捨てる覚悟があるから、次に進めるんですよね。 えー、よく幽霊なんですけども自分の未来を変えたいとか思ったらまずは自分のいる場所から離れることだって言葉があるんですよ。これ確かにそうなんですよで私はね会社の経営者であり店舗の運営者でありマネージャーでありね社員とか部下を抱えていましたっていうところこれを3年後にはこの人たちと付き合いが切れてるかもしれないなとか。 もう来年にはこの店ないかもなって思うところから始めないと新しい自分には挑戦できないですよねいつまでたっても今までの自分がいるっていうふうに考えるんじゃなくてこれからの自分は今までの自分とは違う人生を歩むんだっていうふうなねこれ不連続への挑戦って言うんですよ不連続への挑戦ですよ多くの方っていうのは安定を求めたりとか今までのものを連続して未来にも仮定するんですよでもこれがね大きく足を引っ張るんですよ違うんですよ 今までずっと大事にしていたものがあるから今日といいいう現実があるんんでででですすよよねそれならも今に不満を感じてるってことはずっと大事にしていたものも込みで手放さないといけないのかもしれないっていう決断を迫られてるってことだと思うんですよ。で今回ミスターマイ m ミさんがあマイアミから離れてですねそして会社からもしかしたら離れてですねコーチというところで会社とは関係のない事業人生こういったものを構築していくことっていうのは大きな挑戦であり ミスターマイヤミさんの第2ステージに入ったところなんではないかなと思います。まあ、そこにですね、速化塾ってものに活路を見出していただいて、速化塾を活用していただけるんでしたら、私はね、こんなに嬉しいことはないなと思います。ますますね、ミスターマイヤミさんに傾いた発信をしていこうかなと思いますよね。でね、もしね、この動画を見て、ひいきだとかね、なんだとかいう方がいたら、ぜひね、ひいきしてもらえるようにアプローチしてきてください。私はね、同時に300人でも500人でも1000人でも、 をしっかりとね対応していくその力量はあると思います。で現在も皆さんにはあのお見せしてない部分がありますけども、えー、店舗の経営者さんが９人、それから会社の経営者さんが２０人同時に動画のメッセージの返信をま要求していって毎日毎日ね、えー、お悩み相談をしてくださってます。うんこれはねやっぱり半年ぐらいかかるかもしれませんけども。 店舗や会社を畳んでいくのかもしくは新しい展開をしていくのかそういうふうなことに答えていますで解決すれば一人一人私のね動画がいらなくなるアドバイスがいらなくなるんで早く解決してあげないとなっていう気持ちにもなりますよね、まあ、そういうふうにしてね私はねアプローチしていただいたらいくらでもお答えするそのポテンシャルが持ってますんでどんどん遠慮なくね私に協賛聞いてよみたいな感じでねご相談いただいたりとか動画を送りつけていただければ いいいかなと思いますこれは YouTube の方に限らないですけどね。えー、で、YouTube の部員の方にお伝えしますけども、もうぜひね、私つに動画を送ってください。そうしたらキャッチボール始まるじゃないですか。で、そうすると動画って量産されるんですよ。 で私は少なからず、まあ、影響もね、影響力もあると思いますんで、私が誰かに返信した動画で、その方の動画を見る可能性ってあるわけですよ。チャンネル登録も増えると思うんですよ。こういう風にして、どんどん私に乗っかってきてください。私は自分に乗っかってほしくて、これやってるわけなんですよ、ね。自分のチャンネル登録者数だけを増やす、自分の利益だけを増やそうと思ったら、他の人は出演させない方がいいわけですからね。 他の人の動画を見てる間、私の動画を見られなくなっちゃいますから、人のチャンネル登録するっていうのはすごくリスクなんですよ。でも私はそんなリスクね、ケチなこと考えません。私が発信するものに価値があれば、どんなに忙しくても見ていただけると思いますし、どんなに忙しくても見ていただける方とだけは私は付き合っていきますね。えー、それではね、こんな形で今日の放送は以上でございます。じゃあ、ミスターマユメさんと、それから西川ワカラソンの山根さん、そしてヨシックスさんね、皆さん、もっともっと頑張っていきましょう。それでは失礼します。